全部できました。完成です。結構ね、初めてでね、5種類って結構ね大変かもしんないまあこれから、まあ、2、3品でやっていこうかな。なんかね結構難しいかなと思った。うん、それでね、ちょっとね、椅子がね、なんかグキゴキゴ言うんだわ。体重かな、ちょっとわからんけどね。まあちょっと後でまたね、椅子直すか、まあ買おうかなと思ってるんで。というわけで、ちょっとガチャガチャするかもしれませんが、音がね。さあ、食べていってみよう。いやー、美味しそうだね。ちょっとね、この配置とかもね、難しいんだよね。やっぱり画角とかね。これ難しいね。やっぱやってる人すごいなと思うの。まあね、今ちょっと、蒸し上がったり、ご飯が炊き上がるまでね、こういうのをつまみながら行きたいと思います。じゃあ私のね、初のっていうかね、いつもねこれが大好きで飲んでるんですよ。このマイスター、そしてこのなんていうか、喉越しっていう、こうほろ苦い中にこの旨味があるっていう感じ。まあちょっとわかんねえか、ダメだな俺もな。あんまりあのビールは好きなんだけど、そんな頻繁に飲むんじゃないんだよね。あ、そうだ、それでね、ちょっと皆さんにねお伝えしたいことあるんだけども、この、食事の、動画はね、SMR 要は朝村っていうやつが要は含まれてるわけで、それってなぜかっていうと、まあ、医学的に、まあ、証明はされてないんだけども、そういうなんていうの、こうカリカリ音とか食べる人の音によってなんかリラックス効果があるんじゃないかっていう話をなんか聞いてね、それで一応ストレス解消を目的にちょっとASMR のマイクというか、ちょっとそういう音が聞こえてくると思うんだけども、ちょっと嫌な人はね、まあ料理だけ見ててもらえばいいかなって、音量低くしてね、でも好きな人はね、それでちょっとリラックス効果ある人はそれでいいみたいなんで、ちょっと、まあ、初めてのね、スタートにしてはちょっとハードルが高いかなと思ったんだけど、そういうのも取り入れてみようって思ってね、ちょっとやってみますね。いろいろご意見くださいね。ただすごいおっかないご意見はね、僕ちょっと怖いんでね、優しめにお願いします。どちらかっていうとね、うちのこういう地域で使ってる食材があるんだけど使ってくれとか、そういう方がね俺すごい嬉しいんで、どん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 そういう調理法とかもね、いろいろやっていきたいなと思いますんで、じゃあちょっとね、早速まずちょっとビールやっていこうかな。ちょっとだんだんね煙が出てきたんだけどね。よいしょ。お、なんかすげえパクチーの匂いがするぞ。あれ、なんかさ、お湯が吹き出しそうなんだけど、大丈夫かな。大丈夫だよね。じゃあちょっと、おお、ちょっとね、行ってみよう。うわ、最高やな、これ。最高やな。ホリー、こんな感じ。じゃあ行っちゃうよ。いただきます。今日も一日お疲れ様。うめな、このビール。いや、もう本当に頑張ってよかったって感じ。お、なんかすごい垂れてきた。すごいすごいすごい。あ、大丈夫かなこれ。ご飯が垂れてきたぞ。大丈夫かこれ。ご飯が大丈夫か。あ、大丈夫だな。なんかさ、結構ね、垂れるんだな、これな。大丈夫かな。まあ、じゃあちょっといただきましょう。これね、最初、じゃあバター炒めから食べようかな。これね、さっとね、バターと、で、油ちょっと入れてね、焦げ目を、焦げないように作ったやつね。で、味付けはね、醤油だけ。それにね、ピンクペッパーをね、散りばめたって感じで。ね、ちょっとこれ、食べてみるよ。これ、こんなん。よいしょ。見えるかな？
よし、行くよ。あらら、うん、うまっ、やべ、何このもうコリコリ感とさ、うん、ピンクペッパーがすげえやばい。うん、うまっ、うん、2個も食べちゃった。ちょっとビール飲め。うめえ、たまんねえ。うん、ねえ、こうやってさ作ったもの食べるってすげえ幸せ。あ、やべ、大丈夫かこれ、なんか危ねえな、なんか煙がすげえんだけど、プン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 。開けた方がいいのかい、これ。いや、開けねえ方がいいだら、うん、いや、すげえな。なんか時間大丈夫かなこれ、うん。じゃあさ、ちょっとこれあれ言ってみるね。これさ、これ揚げ出しなんだ。うん、ホタテの揚げ出し、これ大好きなの俺。見て、ほんでね、柚子七味これ入ってるんだけど、これ長野のね柚子七味なの。すーげえうまいから、ちょっと食べてみるね。うーわー、うまそう。うーん、うまっ、めっちゃうまい、やばいこれ、たまんねえよ、うまい。もう俺もういいよ、今日寝てもいいわ、ほんとおいしい、やばいなこれ、ほんとやばい。うん、うん、うますぎる。うん、うまいな、ほんとうまい。あちゃちゃ、待ち、うん、あーうまっ。あー、ビールもうまいし、じゃあ刺身ちょっといってみようか。刺身食わねえとな、これね、これ聞く、これね、鼻掘ってね、こうやってね、こうしごくのね、待ってね、こうやってね、しごいてね、これ食べられるんですよ、こうやって。そうそう、あの、しその花だから、これね、美味しいんですよ。これはまあ食べなくてもいいけど、これもね、入れていけ、おけばいいね。お、で、これまず、さっきの80度でね、80度で調理したやつ。ほらね、全然大きいでしょ。そう、あの、全然大きいんですよ。ちょっとこれね、いきまーす。うん、コリコリ、うん、まっ、うまい。ちょっと身もいってみようか。これ身もさ、プリプリだもん、これプリプリ、これやばいよこれ。じゃあわさびちょっとつけていってみるね。やばいよこれ、うん、うん、コリコリ、甘、うまいわ。あー、なんか腹いっぱいになってきちゃった。ダメか、まだあるね、まだあるから
じゃあちょっとね、蒸し物行ってみようかな。ちょっと俺の肺活量で消したった方がいいかな。なんかね、煮物っていうか、これいいような気がするんだよな。もうそろそろ。ちょっと消してみるね。あ、やべ、あ、やべ、変なことしちゃった。ちょっとさ、べちゃって漏らしちゃった、どうしよう。ちょっと待って、なんかタオルで拭こうかしら。ちょっと思わずさ、べちゃやっちゃって。今度は俺の肺活量でさ、あの水が吹っ飛んじゃったよ。ま、マジか。じゃもう開けてみようかな。多分もう開けれると思うから、よいしょ、ポン、おー、よいしょ、ポッと、あっちいちいち、あっち、あっちな、マジ暑かった、暑かった。これね、あれだよ、ほら見て、見える、見えるかな、見える？これね、ほらパクチーの、ね、根っことかさ、これ食えんかな。これが、でさっきさ作ったさ、あのこれタレね、あのパクチーのね、ちょっとかき混ぜて、ちょっといってみようか。うまいかな。ほらあんま食えねえね。あのね、うまい。めっちゃうまい、めっちゃうまい。よ、行ってみようか、ホタテ。めっちゃうまいんだけど、これブリンブリンをこのソースね、ソースにつけて、はい、見える、いくよ、これうまいわ。うん、めっちゃうまい。あ、これさ、一番うまいかもしんない。半端ねえ。これ半端ないよ。このさ、そして茎がうめえんだこいつ。これ根っこ。根っこさ。ほんとうめえ。あ、ごめん、マイクに触っちゃった。うわ、うまい。甘いのね、俺初めて知った。うん、パクチーの根っこって甘い。いや、これ物が良かったんだよな、今日。いや、ほんとね、これもいいよ、トウモロコシ。これね、ちょっと後から食べるからね。うん、これトウモロコシはさ、後から食った方がいいと思うんだよ。なんでって？うん、なんとなく。じゃあちょっと待って、これも食うから、これ食わなかったな。やっぱり紐食わんと、ほら。紐。食べるね。うん。めっちゃうまい。いや、これ一番うまいかもな。うん、これ結構誇れる味だね。うん、あ、海ぶどうも、ごめん、海ぶどうもさ、ちょっと醤油じゃなくてこっちのさ、あ、いや、あれだな、ちょっとでいいかな。うん、うん、うん、合わない。海ぶどう、このソースに合わないね。うん、チャンネル登録、いいねスタンプ押していただけると嬉しいです。本日もご視聴いただきありがとうございました。